いやめっちゃいい匂いするやん。やばいね。やばい。お腹すいた。やばい。やばいやばいやばい。おとなになってからやれお前らそういうことは。焼こう食べたい食べたい。みんな王様ゲームどんな感じだった？めっちゃ楽しかったよね。楽しかった。足湯めっちゃあったかかった。あ、ね、逆に暑かったもんね。結構ね、そこはね、うちらね女子遅れてきたのね。そうだ忘れてた。ちょっとキュンキュンしたよね、うん、何作ったの？それ聞いちゃう？うん、聞きたい。知りたい。王様の指令でね、前とお互いに自分たちの好きなものを作ってそれを交換するみたいな感じ。山梨会の主役に踊り出る男、それのものがいいよねってなって、うん、確かに、うん、ペンダントね一緒に作ったのよ。かわいい、確かにな。インシャル入ってる、自慢も入って、ロマンチック、いいね。でしょ、相手の、そう、あ、自分と相手のどっちも。いちきちゃんはでもちょっと、いぶき6って感じじゃないの、うん、マイと4、うん、6-4だと思う、うん、でもこっから全然いける気がする、うん、どうだった？今日来てみて、うん、なんか本当にマジで船の時とかはすごい緊張してたのね、うん、でも私王様ゲームで複数の人だったから、うん、本当にね、すっごい打ち解けられて、もう全然緊張してないから、うんうん、もう素で楽しんでる。早吠え、どういう顔や。皆さん、なんで夏なので、花火やりましょう。いいね。マイクすごい。マイク進んでますね、これは。やろうじゃあ。マイクいいな。よし。すごい。マジで今年初よ。やばい。そうね、今年初だ俺も。おお、早い。次だ。前。いいな、青春だな。すごい。めっちゃ綺麗やん。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。キスして、あ、いいな、花火キスなんだったんだ。あれキスだったんだ。待って、俺の結構大きくないもん。すごい。もう終わりそうなんだけど。大きくなっていくの。そう。これで喋れませんか。しきちゃん積極的に。これ。ザ同様。よし。こっち座る。うん。こっち座る。オッケー。取ってくれてありがとうね。いやいや全然。いや何話したいか。自然を楽しむっていうの。自然。逆にいいや。本当に？うん。何も見えんけどね。暗いけ。今日通してどんな感じだったかみたいな、うん、そう、いろんな人と喋ったし、いろんなこと話したし、いろんなことやったけど、いまいち自分の気持ちが分かんなかったの、うん、ちょっと気を使っちゃってというか、全部なんか、いや、こことここはこうで、こことここはこうなんだろうなみたいなのが分かりすぎて、恋愛の話は正直避けてたのね。あ、なんかもうちょっと深い話がしたいなと思って。あら、やっぱそうやな。やっぱ結構いぶきに気持ちいってるよね。いぶきにいってますね。深い話って言っても正味なんか緊張してあんまり話が出てこないんだけど、でもしきも二人いて、そこで結構まだ葛藤みたいな、どうしようってなってるけど、一人は舞人くんで、一人はいぶきくん。うわー、すごい、ちゃんとさらけ出して言ってるね、ちゃんと、うん、嬉しい、それは。俺も二人でゆらちゃんとしきちゃんで、うん、で二人やったんやけど、なんか
今日で少し変わったのかなっていうか、やっぱユラってこと、わりかし変わった気がして、ユラじゃないですか今の中では。まあ、現状ね、現状はまあなんかユラちゃんの方がやっぱりその思いは結構強いんかなって思ってて、それが足のあれ聞いてますね、足のあれめっちゃ。俺もまさか来ると思ってなくて、うん、で苦しい、びっくりと、うん、まあ、嬉しさが来て、うん、誘ってくれて、まずまあありがとう、あいいえ普通に嬉しかった。いいえ、まあ、なんか知ってたし分かってたけど、まああれじゃん、さっきも正直に言ってくれたようにゆらちゃんの方が今は気持ちがちょいって言ってるんだけど、まあなんかなんだろう、まあ、その隙間に少しでも式が入れたらいいなと思って、いやいや、まあ、もうあと少ししかないけど、まあ、頑張ろうかなって、ちょっと頑張り方が分かんない。うわいいよ、可愛いですね、いい子やな、いいアピールですね、しきちゃんはいい子、い本当にいい子。この一日の最後とかに、まあ、こうやってなんかツーショットとか撮ってくれたから、うん、多分なんか頭の中で絶対でも思うよ、うん、まあそうだよね、絶対片隅に入るし、そのしきちゃんのこともすごいなんか意識、もともと意識してたけど、うん、なんかさらに意識が強くなって、うん、またこうやってなんか話すの面白いし楽しいから、うん、全然もう決まったわけじゃないし、うん、そうだね、そうまだあるから、ちょっと頑張る約束、辛すぎて指切り涙が出そうになりますね、指切りの嘘ついたら針千本の忘れ指切ったよし頑張ろう、頑張ろう、約束して、なんか初めて本音を話したなと思いましたここまでちょっとツーショットしといて本音喋ってなかったんかいって感じがするけど、まっすぐじゃないですか、いぶくくんってすごい分かりやすい、これはこれでだから好きなんやろな、こういうとこも、ああいぶきくんの気持ちがめちゃめちゃ分かってたから、私が本音言うことで本音をぶつけてくれるんですよ、うん、それでだったら私傷つくじゃないですか、うんうん、それが多分嫌だったんだと思います。なるほどね、この辺で傷つか、傷ついとかないと、すごいね、多分本当にいい、ね、もうゆずきくんこっち見てくれなくなっちゃうので、うわーすごいな。そのゆらちゃんとしきちゃんはなんか本当にタイプがもう正反対で、なんかゆらちゃんは結構本当にお姉様っていうか結構ドキドキとか多いんですけど、なんかしきちゃんはなんかめっちゃ仲いい友達みたいな感じで、安心感、これどうなんですかね、これ一番迷うやつじゃん、本当に性格は真逆で、積極的にストレートにツーショットとか撮ってくれて、なんかそういうのを見るとすごいその気持ちに応えなきゃみたいな、なんかめっちゃ本当にもう悩んでて、悩んでるんですけど、うん、今はまだゆらちゃんの方が思いは強いですね。お前なんどうしたの？もう急に緊張、急にお前ら待機がもう使い物になってないぞ。緊張の癖だよね。これあれだけ回してたんやね。だってそうね、沖縄で。うん、入るよね。緊張するときはそうそうそう。そうめっちゃうまいの。ちょっと話したい人がおるからいい。ゆ、う、ら、ん、ちょっと来て。ゆらかーい。おい。何したんですか？あんたんちで見てんちゃうの？大丈夫？え全然。どんどん減ってくね。ね。ね。しかも全然帰ってこないですね。そうだね。確かに確かに。ね。めっちゃ遅い。ごめんな。うん全然全然。ありがとう。うん。今日はさ、うん、もうなんかさっきずっとみんなでご飯食べてたんやけどさ。うん、もうずっとモヤモヤが止まらんで、モヤモヤ、うん、自分の心の中でね、うん、俺ら別行動だったじゃん、うん、だから 俺の目の前にユラがいないから、うん、どんな風にされてるんやろってあれってユラちゃん、なんか目の前やとさ、うん、なんか安心できるっていうか、うん、目の前におるから、うん、なんかこう少し自分の気持ちも余裕できるから、
今回は離れてたから、うん、やっぱちょっと不安が大きかった。不安、なんかちょっと無理して笑顔を作ってたのがちょっと多かった。ごめんね。でだからゆぶき、うん、あれゆらちゃんがちょっと笑顔が少ない。今日おってさ、うん、楽しかった。楽しかったよ。え、正直、うん、俺と沖縄どうったじゃん、うん、と今日どっちが楽しかった。楽し、あのゆぶきくんはなんかほんあの普通に楽しいけどスって感じなの。なんかそこは二人なんかほん違って、でそこか、うん、え、なんか大人っぽくいたいなって思っちゃうの、大輝くんの前だと。そっか、そこを俺がその、うん、大輝くんのせいとかじゃなくて、いや、でもいや俺は別にな、うん、そんな恋愛に自分のタイプとかを求めてないし、うん、本当にだってタイプが全てなわけじゃないや、うん、ゆらは、うん、こうなんていうの、可愛げがある。でもほんとちょっと落ち着いたよね、うん、ゆらちゃんが可愛げがあるから、うん、年上の俺が守りたいなってめっちゃ思うから、うん、だから、うん、いぶきには渡したくないって思ってる。絶対俺の方がいいって言わせるから、うん、それぐらい頑張る。僕恋愛に焦りとかが感じたことがなくて、こういうのがちょっと初めてで、やばい。わ、初めて焦ってんだ今。あれゆら行っちゃいそうだった。ないっすよ、ちょっと僕も初めてなんですよね。自分より下のやつに負けるっていうのも悔しいんで。タオルないですか。まあ、持っててきたでしょうからね、そうね、多分全部が思い通りになってきたのよ。なってたんでしょう、今の恋愛は。え、待って、マジ俺涙見せたくなかったんですけど、マジで本当になんか明るい俺っていう印象をつけたかったんですけどね。こんななんか弱い自分を見せたくなかったです。はぁ、最悪やな、ほんと。さあ、相関図まとめ。はいはいはい。さあ、ということで、大輝の涙ですよ、はい、そして、うん、ゆらちゃんの焦りと、うん、なんかこう、ルーラのおかげでみんなに火がつきました。そうね、あれ、心なしかテンション低いっす。連動体験してます。いや、なんか、ほんまに大輝の涙で若干うるっときちゃった。え、エヴァンゲリオンみたいな。こっちの痛みもこっちみたいなさ。いや、だから本当にちょっと油断してたんでしょうね。油断してたよね。多分もうゆらは俺のものだと、うん、いけるっていうのに、やっぱいぶきがやっぱ積極的にってやってるから、うんうんうん、今まで大輝といた時のちょっと温度感がちょっと低かったんです。ちょっと低いのね。もっとなんかキャッキャしてたやん。だから大輝くんもモテてるからそれ分かったんでしょうね。うん、あ、そうやろね。あんま熱ないっていう、うん、で、さっきの涙につながったんじゃない。ちょっとやばい。はい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 。今までのゆらとは違う。おー、しろくやってきました。この人まだ余裕やな。さあ、そしてしきちゃんもぐっといぶきにアプローチをかけましたよ。いぶきくんちょっとはっきりしてほしいですよね。いや、ちょっともうしきちゃん気がないなら、うん、もう断ってまいとくんとくっついてほしいです。私は難しいですよね、うん、自分にそのツーショットを何回も誘ってくれて、うん、自分のこと好きって分かってる子に対して、うん、もう君はないからっていうのって、うん、確かに一番勇気のいる行為じゃないですか。鬼畜の所業ですもんね。すごい濃く、うん、そう、だからそれができないいぶきの気持ちは分かるけど、これでもやっぱ一日の最後にっていうのが、だからこっから聞いていくんじゃない、もしかしたら、うん、毎回みんな最後になんかしてるな、なんかする。そう、 M1 とかもそうやん、やっぱ後半の方が有利やん。なるほどね。よく絡められましたね。M1 グランプリみ
せーの、君恋。今、いぶきはさ、二人おるっつってやん。うん。その中で、一番、その二人の中で気持ちが強い人って誰？まあ、俺は、まあなんか、まあ、ゆらちゃんとか、まあ、しきちゃんとも話して、まあ、思いが強いのはやっぱゆらちゃんよ。え、あのさ、今、一番はゆらって思ってるでしょ？俺の中もゆらって思ってて、メッシとクリスティアーノ・ロナウドですね、ですね、はい、です。両方バロンドール取ってますね、これは。昨日さ、うん、俺ユラと話して、その時ちょっと話聞いて、やっぱゆぶきの方が上やったら、上やったやん。その、なんていうかな、俺はその、絶対に負けたくないから、ゆぶきに。それはもちろん俺もよ。やろ。いいね。男はそんなもんよ。でリスペクトしてるしね。負けたくないんだ。男はそんなもんよ。だから頑張ろう。そうやな、うん。ライバル同士やけどさ、まあ、切磋琢磨できるやん。うん、一緒に。俺はライバルがおってマジで良かったし、そこでなんかやっと自分の気持ちも本気で相手に伝えれるようになったし。ほんとメッシクリロナっすねこれね。そうね。同じこと言ってたこれ。インタビューで言ってた。インタビュー言ってた。同じ時代を言ってたから。もっと成長できるって言ってた。今回はさ、ライバルがおるからさ、やっぱもう競ってるじゃんそこで。うん、だから、そこはそこで俺は燃えてるから。まあ、後悔はしたくないから絶対この旅で。後悔せんようにしよう。頑張ろう。かっこいい。頑張ろう。いいね。爽やかですね。ふい。ここで新しくさあ、運命を やばい、これやばいね、これでやばいね、やばわーい毎回緊張するんや、うん、恋が芽生えるかもしれないプランを買い用意しました。今から王様を決めてもらいます。宝箱に王冠が入っていた人が王様です。ただし自分が王様ということは明かしてはいけませんです。いつもそう。でも今回恋が芽生えるかも。そうだよね。せーの。これ重要。重要です。あ、かなり重要。このタイミングでの王様は。わかりましたかね。どっち？その顔。了解です。了解です。です。デート内容が発表されますよ。来ます。うわ緊張する。これで読めるかな。王様の命令は必ず実行してください。はい、指令1、はい、いぶきとしきはロープウェイに乗った後おんぶで天井さんの展望台を目指してください。ロープウェイ、天井さんって何。指令2、リュータとルーラは縁結びの河原け投げにチャレンジしてください。リュータとルーラ、聞いたことある。河原け投げ、やばい。何これ。指令3、大輝とマイトとユラと琴音は戻ってくる4人のために山梨名物のほうとうを作っておいてください。ほうとう、何ほうとうって。ほうとうって何。楽しみ。うどんだよ。うどん、めっちゃ好き。うどんなの。うどんってこと。うどん。絶対うまいやつ作るから。すごい、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 そう、こういう感じね。で、なんかさ、女子からさ、うん、こう、見てさ、男子が料理できる人ってどう思う。かっこいいよ、めっちゃかっこいいよ。ゆかちゃんめっちゃいい。できないから、ゆかちゃんができる、なに。魚さばけるんでしょ。うん、なんちゃって。すごいね。ピザちゃうで。
にもうちょっとピザっぽくなっちゃうどうした？え、思わない、地味になんかさ、おもろいみたいな、おらへんっすよ、くらいなんか、おらへん、いや、わかるわかるわかるよね、そ、それなの。え、けど俺がそれに慣れてる、うん、慣れてる、慣れてる。え、すげえ、いや、めっちゃおもろい、ありがとう。全然おもん、え、おもんなくてさ、滑ってる気が、え、それもおもろい、あ、そこがおもろい、うん、そう、結構、滑ってる人結構好き、好きなのかもしれない。え、じゃあもう、滑り果てる今のも滑ったよ、ね、やばいやばいやばい、集中しすぎてさ、言葉が出なくなっちゃった。え、そんな笑いどころ？なんかいいね。なんかちょっと言葉ちゃん可愛いんだよ、笑ってるね。なんか、うん、新婚のキッチンみたいに見えるよね。あ、なんかね。いや、マイとはね、やっぱ上がってきたできた。可愛いですね。そうね。うん、その場の雰囲気を明るくしてくれる。そろそろ帰ってくるから。茹でて、マイトいいやつだろうな、マイトいいやつやな、マイト好きだわ、おいしい寿司とか食わしてあげたいな何やその社長の可愛がり方高校1年生すげえ、すげえ、わすごい、こんな感じなんや、茹でてる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 、怖い、すごい、やばい、でかくない？やばい、え、めっちゃ綺麗、え、こんな広かった水って、ね、ほんとにほんとに、すごい、え、でかくない？これ湖なんですよ、すごい、すっごいんだけど、今までに見なかったもん、こんな景色、すごい、着いた、怖いな、綺麗、ね、めっちゃ面白かった、すごい、ありがとう、あ、見て見て見て、あ、これけ、うちらのさ、指令のやつ、指令、ね、あ、あれじゃん、すごい、ね、何やるんだろう、じゃあ、俺ら指令あるから、はい、うん、行くね、楽しんできて、バイバイ、バイバイ、行ってきます、またね、またね、そうだね、どうにしようかな、じゃあ、ルーはこれにする、オッケー、めっちゃ楽しみやね、ね、うん、よし、ありがとう、行こう、楽しみ、すごい、ね、初めて見た、初めてやる、川脇投げ、あの、うん、砂の丸いとこに入ったら、うんうん、いい縁があってやる、自信ある、うん、自信はある、よし、多分入るわ、じゃあここだったら、オッケー、自分で行くか、オッケー、多分入るわ、これ入ったら、うん、一つお願い事聞いてほしくて、なんですか、うんうん、一緒に手つなぎながらベンチとかで座って今回の旅とかいろんな話したいなって、いけ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 、言ってくれますか、わかった、絶対入れてね、ありがとう、うん、入れるわ、絶対入れてね、いくよ、やばい、入るかな、めっちゃ緊張する、めっちゃ緊張する、うわ、全然いかない、いかない、びっくりした、え、ご縁欲しいよね、全然逃げてなかった、何してんだよ、逃げるよ、いい、何してんの、目つぶったのか、お前ブルーベリー食べたの、何してんだよ、リュウさんがご縁がないんだよ、あの中入れたいよね、いや、入れたいね、入るかな、もう一回行こう、うん、もう一回行ける、もう一回行こう、行く、もう一回行こう、はい、うん、おかわり、絶対入れよう、入れたい、入れましたよ、頑張ろう、いつか入るよそりゃ、全然下からとか投げてもいいかな、一発で決めないと、いいじゃないかな、次頑張って入れるわ、頑張って、いけそう、いきます、頑張、よし、何してんだよ、やばいやばい、やばいぞ、なんか逆に評価落とすぞ、これ押しとったら、うん、お願い事一つ聞いてもらっていい、あれめちゃめちゃ欲張る、じゃあ投げるわ、頑張って、頑張る、頑張れ、嘘だろ、いや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 、おい、イライラすんなこいつ、何してんだよ、あれでも書いてあった、縁はちょっとわからないけど厄、うん、払いはされるってあったから、そうだね、どうする、もう一回リベンジしてみる、したい無理やから、マジでルーラちゃん優しい、4枚あるからさすがに入る、4枚、この4枚の中に4枚の中であの中入ったら一つお願い事聞いてほしくて、行くね、うん、行くよ、よし、おー、やった、すごい、った一発じゃん、一発、おめでとう、一発じゃんじゃないよ、頑張って、一発どころじゃないねんから、頑張れ頑張れ頑張れ、はい、ナイスナイス、うまい、すごい、よし、うまい、え、ナイス、すごい嬉しい、嬉しい、マジで二人とも入ったし、そうだね、ね、じゃあお願い事、じゃあ
手つないでもらっていいですか。はい、お願いします。お願いします。いやー、素晴らしいよ、ほんと。ね、ちゃんと入ったね。ね、よかった。いやいやいや、入ってないって。お前、何を全部編集でカットされてるの。え、めちゃめちゃ綺麗じゃん、アイズさん。てか、でっかい。でっか。めっちゃ綺麗。いいね。ビュー最高だね、これ。いいね。見てあれ、すごいね。あれ、鳴らしていかない？うんうん。金好きだな。縄好きだな、お前。すごい、見て。え？何書いてある？あ、ほんとだ。1回目、彼が彼女の瞳を見ながら鐘を鳴らす。2回目、彼女が彼の瞳を見ながら鐘を鳴らす。3回目、2人で鐘を鳴らして愛を誓い合う。すげえ。すごいね、そんなのあるんだ。すごい。やってみようか。3回鳴らすんだよね。うん、じゃあ、1回目。いいね、うん、あら、あら、ちょっと照れてる。ウーラちゃんがちょっと恥ずかしそうでね。いいところ、うん、いいところ、お互いの。せーの、と落ち着いてるところがいいなって思ってます。めちゃめちゃ明るくて一緒にいてすっげー楽しくて、おー、ね、攻めてますね。またいたいなって一緒にいよ。攻めますね、うん、ありがとう。恥ずかしい。嬉しい、これ言われたら。緊張する？河原系を投げるときに最初めちゃめちゃ外しまくって、めっちゃその時めっちゃ緊張してたんですよ。だけどなんとか3発目っていうか3回目勝って、なんとか一発で入れれたんで、よかった、よかったです。しかもめちゃめちゃ楽しかったです。いや、河原系の感想結構自分から積極的に行くタイプで、今までもそういう風にしてたんですけど、お願いとか、うん、と行こうとかっていう風に積極的にされるのがあんまり慣れてなかったので、今こういう風にリードされてみて、わーっていう、なんだろう、まだ気持ちの整理が追いついてないというか、あ、そういう感じ。自分のペースを乱されてることがこう、ですね、ね、どっちに作用するかっていう、はいはい、なる、うん、見応えはありましたね。別の見応えがありましたね。リュウタのクソストラックアウト、いや言わないであげて頑張ってた。あいつに何か投げさすのやめてくださいそして、うん、マイトとコトネもなぜかちょっとこう、うん、いい雰囲気になりました、うん、確かにね。マイトやっぱ誰といても明るくしてくれますね。そうですよね。でもマイトコトネちゃんいいと思ってるんですかね。これを機にとかね。そうそうそう、でもあるかもね、うんうんうん、さあ、そして残ってるのは伊吹と式のおんぶの指令。そっか、おんぶで展望台を目指してくださいとか、体が密着した状態で。あ、そうだ、横にあったやつだ、ね、密着度がね。だからこれが王様は誰なんだっていう、式ちゃんなのではとか。まあ式ちゃんの可能性はだいぶ高いね。式ちゃんかな。大輝とユラを、うん、多分2人のデートにして自分でバレるからとかもあるですよね。あ、4人の方に送っとくかみたいな。でもルーラちゃんっていう可能性も全然あるよね。全然ありますね。積極的に行く方なんでっていうことやから、うんうん、言ってた、うん、リュータルーラ式の誰かかなっていうのはあるよね。本部ね、密着しますね、うん、すごい。でも密着してね、ちょっと距離縮まりそうですよね、うん、確かにね、さらに、うん、番組の公式インスタグラムでは王様予想のいいね投票を行っております。そしていいね数が一番多かったメンバーが王様なのかどうかを公開したいと思います。詳しくは概要欄をご覧ください。マイト君もうマジでめっちゃ焦ってます。うわーすごいわ。やれやれやれ。なんか先が見えなくて。恋愛での二刀流は良くないということですね変なまとめ方してな。変なまとめ起きたな